さて、呼び出された理由は分かっているわね、刹那。はい、よしこさんが現在ハマっているゲームについてですよね。私も今プレイ中なんです。面白いですよね。そうなのよ、夜も遅くまでプレイするから毎日眠くて。って違う！今日あんたを呼んだのは次の劇のストーリーを考えるためよ。劇？この前のイベントで披露した劇ですか？もう次の公演を考えているんですね。さすがよしこさんです。優秀な堕天使は常に2手も3手も先を考えて行動するのよ。あとよしこって言わないで、ヨハネ。次の候補としては前回使わなかったお話がありますが、いかがでしょう？バナナで転ぶ魔王が出てくるやつ。やだ、かっこ悪いって前も言ったじゃない。だいたいなんで恐怖の魔王にそんなことさせるのよ。怖いばかりでは受けが悪いかと思いまして。ほら、完璧な人よりちょっと欠点がある人の方が親しみが湧くじゃないですか。魔王に親しみやすさとかいらないから。いい？次の話はとびきり強くてクールで美しい堕天使が主人公よ。強くてクールで美しい堕天使、どこかで聞いたことがありますね。一人の天使が堕天するところからストーリーは始まるの。優秀すぎるあまり神に疎まれ魔界に落とされてしまう。絶望に心を支配された天使は復讐を誓って最強の魔族へと進化。魔界、人間界と勢力を拡大していく。なるほど、闇に染まる地上、迎え撃つ天界軍、主人公の前に立ちはだかるのは天使長となったかつての親友。そうそう、そんな感じ。敵として打ち倒すか、それとも友として今一度手を取るか、明かされる堕天の真実、三つの世界を貫く衝撃。親友の天使長役は刹那にやらせてあげるわ。舞台の上で真剣勝負よ。って、あれ？これってよしこさんがハマっているゲームのストーリーじゃないですか。うわー、そうよ、なんか聞いたことある展開だと思ったら。主人公の設定を言われた時から引っかかってはいたんですが。ダメじゃない、使えないじゃない、絶対盛り上がると思ったのに。元気を出してくださいよしこさん。お話のストックはまだありますよ。埋蔵金探しとか超能力秘密結社とか増える人形とか。もう何でもいいからヨハネが活躍